こんにちは、アイです。今日は10年後の今頃にはというお話です。私は将来のことを考えるのが好きで、今年はこんなことしたいなとか、こんな風になっていたいなっていうのを考えたりするのが好きです。で、今年はこういう風に過ごして、で、来年はこんな感じで、で、再来年はっていった感じで、こういろいろこう書き進めていくと、どんどん妄想が広がって、で、10年後にはとか、最終的にはこんな感じの生き方がいいなとかいうのをすぐ紙にバーって書いたりしてるんですが、なんか10年後こんな感じにいいなっていうのがちょっと頭の中であったので、今日はその話をしていきたいと思います。で、いろいろこう将来のイメージを浮かべていた時に、私が10年後になっていたい姿っていうのが2つあって、それは1つ目が温泉地やあったかいところでのんびりと暮らしているっていうことで、2つ目が荷物が少なくて身軽に人生を楽しんでいるということです。で、今冬でめちゃくちゃ寒いっていうことがあるからかもしれないんですが、もう温泉地やあったかいところでのんびりしたいっていうもう感じがすごくあって、もうこれは国内海外どちらでもいいんですけれども、なんかこう肩に力が入らないような、重たいコートを着ていないような場所でのんびり笑顔で過ごせたらいいなって思います。で、2つ目の荷物少ないっていうのは、この前ちょっと温泉に出かけてきたんですけれども、やっぱり観光とかなんか移動とかするときに、今回はリュックで、普段の荷物プラスお土産を買おうとすると、だんだんリュックの中身が重たくなって、で、大体私は徒歩でうろうろ歩き回ったりする方なので、水も入れてで動き回ってると、なんかリュックの中の重たさが少しずつ体に響いて、あ、こんなに重たい思いするんだったら洋服も減らしておけばよかったなとか、これいらなかったなとか旅行の途中で思ったりします。なので荷物は本当に、少ない方がいいなって思ってて、で、例えばリュックの半分ぐらいの荷物でスカスカの状態で、で、帰りにお土産をちょっと買うぐらいの、それぐらい少なくていいかなって思ったり、荷物が少ないことで身軽に気軽にどこでも出かけられたり行動力が増したりすると思ってるので、やっぱり物が少なくて身軽に気軽にいろんなことを体験できる人生がいいかなって思っています。なんか物が多いと毎日の家事も増えて、で、家事をやってると、あ、終わらないってなってどこにも出かけられなくなったりという、なんか悪循環になりそうなので、本当に物は減らして、必要最低限のもので自由に楽しく生きてる10年後がいいなって思います。ということで、今日は10年後の今頃にはというお話でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。